国会開設運動の請願書の文章の中に大事なことを書いてます。それをちょっと言い忘れてましたが、ちょっと追加させてもらいますと、その請願書のポイントはですね、国家の元素、元素っていうのは、まあ、物理学でいう元素ですが、国家の元素たる、は人民にして、国は民によって立つものなれば、人民に自主自治の精神なく、人民に人民たるの権利を有することなければ、国家はよく不義独立することなし。要するに人民、国家は、国家の元素というのは基本は人民にあると。で、人民のその自主自治の、自主自治の精神と、人民たるの権利をその持たせると。これはね、すごい明治13年のこの羽田郡の人たちが作った文章、言葉ですよ。平成24年に自民党の憲法草案はこのことにどう書いているかと言いますとね、前文にですね、天皇を抱く、国家で、国家を末永く子孫に継続するため憲法を制定する。これ明治憲法以前でしょ。これ平成24年に自民党の憲法草案の前文にこういうことがあるんですよ。国家の犠牲にやれってことでしょ。そんな政党はね、私も自民党員3ヶ月やってましたけどね、これやっぱり聞いてもらわなきゃいけませんな。以上です。ありがとうございました。それでは質疑応答に移らさせていただきます。60代女性から、学ぶべき幕末の頃や明治の草の根デモクラシーについてもう少しお話しいただけませんでしょうか。はい、2点ございましてね、アメリカは今悪く私言ってますけどね、19世紀中頃の奴隷解放運動が盛んな頃のジョン万次郎が暮らしたこのアメリカは草の根デモクラシーと言われます。このデモクラシーはそのアテネで生まれたデモクラシーと質が違うんです。アテネのデモクラシーは今の我が国の憲法に取り入れられている西洋のデモクラシーですが、これは自由平等博愛と言ってますけど、とてもないことでしてね、要するに、西洋式のそのデモクラシーっていうのは差別、格差、まあ奴隷的なものの存在を前提にして市民が自由にやるということなんですよ。これがね、今の政治全体の同時に平等を認めます。これ両立しえないと言いますけど、両立させなきゃいかんと、させようという文化が実は羽田郡のこの根っこに地層に残ってるんですよ。僕はそういうふうに思ってますがね、まあ京極さんもニヤニヤ笑ってましたんですけどね。だからアメリカの草の根デモクラシーのそういう哲学的論拠と、この羽田地域のそういう残ってる文化っていうのは、の奥底には共通したままあると思います。それから今ね、世界の哲学の中で私の言ったようなことを気がついてね、運動を始めてる人がいるんです。日本の哲学者で唐谷公人という人、お気になってる有名な哲学者なんですが、人前に出ることを嫌がる人なんですが、この方はね、もうギリシャの哲学者、デモクラシーじゃダメだって言って、ギリシャのさらに奥の国の古い国のイソノミアの国のそのデモクラシーを研究してます。私ね、ギリシャまで行かなくても高知県の羽田郡に来いと、縄文のデモクラシーに残ってると言ったら本気にしましたね。高知には来てませんけど、柳田国男のやっぱり縄文時代の研究を始めましてね、日本の縄文時代の日本人の1万年続いたですからね、平和な時代が、これをやっぱり研究し直そうという運動も始まっております。それから明治維新は終わってません。龍馬が考えたデモクラシーの時代、富国強兵じゃございません。だから僕はもう昔から京極さんと一緒に議論している時代から、まだ明治維新は終わってないと、新しいやっぱり仕組みを考えようという意見でございます。それでは次の質問です。この方は2点ありまして、
40代の男性の方です。これから旗地域がどのような形で経済政治活動が行われていくべきだとお考えですか。少子化、産業が少ない高知、その中でも旗は自然しかありません。2点目は、大きメガソーラーに一言お願いします。この旗地域のこの古代からの歴史っていうものを勉強すべきだと思っております。私は非常に不思議に思ってますのはね、日本の人口が3500万人レベルの明治12年の調査ですが、その時代に9万4000人いた。4倍に増えた1億2000万ぐらいになっている日本の人口の中で、旗地域の、人口というのは9万1000人、そんなに減ってない。こんな過疎過滅の中で、これなんかやっぱり旗地域の地政に、このポイントがあると思ってます。まあしかし問題はお年寄りばっかりで、少子化ということの構成ということになると非常にややこしい問題があると思いますが、なんか旗地域には大きな人間を引きつける何かがあるんじゃないかというふうに僕は考えます。実は何年前でしたかな、私はアメリカでスミソニアン博物館で考古学をやってるそのエヴァンドという博士に、彼はその彼女は、古代の縄文人は太平洋を渡ってたという、その日本の起点がこの四国の足摺岬だったと、そういう説で非常に世界の学者から昭和30年代ばかりされてたんですが、医学的にですね、アリューシャン列島を渡った縄文人がインディアンになったという説があるんですが、これは寒冷地帯で渡ったら海中の卵が死んじゃって、ところがエクアドルあの辺で南米で出てきた人間のミイラから海中の卵がいたと、化石が。それからその後ガンのこの DNA のがこの九州四国の人間の持っているものとそのミイラの持っているものとが同じだったというようなことで、本当にそういう交流があったということは今真面目に考えられています。ただ足摺の巨石文化にしてもですね、まあ、市の教育委員会も県の教育委員会も、まあ、ちょっと悪口言って悪いけど高知新聞もね、出る人間の関わった遺跡って認めないんですよ、学問的に。それは勉強不足だからそうですよ。変な石ころとかね、器の壊れたやつを一生懸命ばかり見てるんですよ。大きいものを見ないんですよね。これはね、各国は皆あるんですよ。ピラミッド作ったと同じようなそのものなんですよ。そのくらい古い歴史がある、古いものがある。それをね、学問的にやっぱりきちっとね、要するに、文字がなければ証明されないんだというようなんじゃなくてね、その一種の人間の知性常識みたいなもので大きく捕まえて、そういう歴史を見直せば、この旗国には随分ある。エヴァンズ博士がここへ来まして、私シンポジウムをやってもらったんですが、清水で。その時にここの時と比べて確実に同じとは言いませんと。しかし平野に一徳が、四万十川からこの西の部分は国の責任で研究開発しなさいと、世界の歴史が変わりますということをその博士が言ったんですよ。そんなことで県も国も金出してくれるような状況じゃありませんので、やっぱりいろいろ知恵を絞ってですね、総合的なその文化観光、歴史観光、それからおいしいものありますね、そういったものを効率よく育てるという将来の総合計画を立てること、それから自然は残すべきです。しかし自然ばっかり残してたら今度はあれですよ、人が来ません。インフラをある程度良くしないと、それは人間が食っていくためには最小限度の経済開発活動が必要ですから、ですからどうしても価値があって残す部分と、インフラ用に遺跡とかそういうものを傷つけずに整備するということを両方を上手にやらなきゃいけません。
ですから、まあ、私がこの帰ってこういう話するとまたホラ吹いてるとこうなるんですけどね、私は嘘はつきませんけどホラ吹きます。だから夢のために、それはやっぱり将来を良くするために、だからそういうやっぱり勉強会みたいなものを住民の中で作ってですね、残すものと、それからやっぱり便利にするものというものをコンセンサスで作ること、それから見ますと大きなメガセソーラーというのは、今日もまあ現場を見ていろんな人から話してきたんですが、聖地であんなもん作っちゃダメですよ。だいたいこのパワーポイントみたいな、これ広原さんが言うんだから、立石の、これは神の国にしましょう平野さんって言うんだから、もうね、しかし105体ですからね。そういう聖地なんですよ、あの人たちから見れば。それから大木の そのメガソーラーなんてのは典型的で、その聖地に歯向かうように作ってるんですよ。設計図見ますとね、大木のこの東の方から足摺岬に向けて、その空の面も向けてますね。完全にあの辺のその漁業に影響しますよ。完全に、クジラも来なくなりますよね。これはね、まあこれからの反対運動の次第ですけどね、やっぱりその自分たちの地域がこういう魅力を持ってるんだということで、そんな学者みたいに細かいことを調べて書くというのも大事だけどね、もうちょっとそのイメージ的にこうほら吹くわけじゃないけど、客観的事実を材料にこう膨らましたそのものの考え方を持った資料、そういうものを作って全国の人に読んでもらったら、全国の人も喜びますよ。夢みたいな話が本当になってますからね、どんどんそういう努力を必要と思います。 TPP はトロイの木馬であり、中に隠された ISDS 条項はアメリカ政府をも動かす巨大資本の罠です。民主党もかつてTPP 賛成と言っていますので、 ISDS 条項を抜け、あるいは TPP 反対をもう一つのポイントに置くべきと考えます。この TPP という問題は、民主党政権になってやろうということを言い出した。自民党の安倍さんは反対だったんですよ。これむしろ民主党に責任があるんですよ。でこれは何でかと言いますと、民主党が政権取ってですね、内輪もあったんですけど、一番悪いのは消費税の問題もそうですけど、あれだけ官僚の悪口を言ってる人だった総理大臣たちがね、官僚の虜になったんですよね。ですからその官僚っていうのはね、やはりその国 の, その支配層のしもべですよ。今国民のしもべじゃありませんよ。私らの時代はね、やっぱりね、その人々の市民の福祉に奉仕するっていうのがまだありましたよ、昭和30年代40年代は。今のその官僚はですね、官僚の中でも格差がありますし、要するに正常なその常識を発揮させる人は官僚になれないし、仮に官僚になって発揮してたら排除されていくんですよ。それが日本のその官僚機構の欠点なんですよ。それに民主党は騙されたんですよ、はっきり言って。騙されるって、私ら官僚相手に仕事してましたからよくわかるんですよ。ですからね、これは率直に言って大企業でも、要するに、悪気のある大企業が極めて有利になるやり方です。担当の甘利大臣というのは、親父さんと僕は非常に親しかったんですけどね、彼が後継者にしていいかどうかということに相談を受けた、親しかったんですけど、とてもその政治家にしてはいけないタイプなんですよ。まあ、彼だけじゃないですけどね。で、一番官僚の、このまた民主党よりか官僚のそのまま、官僚の、その全く官僚の奴隷になるのは彼だったんですよ。だから肝心なことはまず全然公開されてない。それから間違いなくこれは経済の問題じゃなくて、日本の社会構造、それから日本人の精神構造まで影響を与える問題です。
細かいそのやり方っていうのはいろいろあるんですが、日本の国の文化をなくし日本を売るものです。ですから大いに貿易することは結構なんですけどね、別の方法何分もあるんですよ。それで一方が儲けすぎたら必ず問題が起きますよ。上手にそこそこその新しい資本主義 その行動改善が必要なんですが、そのためにはまずこれやめることですが、クリントンも反対してます。だから仮になったってこれなかなかなんで安倍さんはここまでやったかという話になるんじゃないかと思います。ありがとうございました。以上で質疑応答を終わらさせていただきます。平野さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。